ただのあやかです、今日は空手に使えるトレーニングをやっていきたいと思います。はい、まずはプランクのポーズをします。でプランクのポーズわからない方は、一つ一つ丁寧にやっていきましょう。大きく手を開いて手を床につきます。そしたら手首の真上に肩が来るようにしましょう。ここめちゃめちゃポイントです。手首の真上、そしたら足を後ろに出します。で後ろに出した時にお尻が上がったり、これ上がってしまうと手首の、ま、手首ん肩の真下に手首ですね肩の真下に手首来てますか？これどうですか？来てないですよね。この肩の真下に手首、これを崩さないよ。そしてお尻上げないようにまっすぐにします。でここから、まずは右足、右手の外に持っていきます。そしてこの体勢からゆっくり右足に体重をかけていきます。そしてこのままゆっくり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 立ちます。で膝上げて蹴りで、ゆっくりゆっくりゆっくり足後ろにして手戻す。で一番最初の板のポーズ、プランクポーズ戻ります。反対もやりますね。左足、手の真横、これ真横持ってこれない方もいると思うので持ってこれる範囲でいいです。でも足をちゃんとつけましょう。足の裏全部つけましょう。でゆっくりゆっくり左足に持ってきます。で足上げる、蹴る、戻る。はい、1、2、ダメでしたもう一回1、ここまでゆっくりにしましょう。蹴りだけ早く戻る。1、こっから体重移動、この体重移動を意識しましょう。この時にね、体が結構グインってなりがちなのでこのまま移動します。このまま移動します。できる。でこのままゆっくり後ろに持ってくる。はい、これすごく体重移動、組手においても体重移動ってめちゃめちゃ大事だと思います。ゆっくり前に持ってきたり後ろに持ってきたり、これの練習を今の方法でできると思うのでぜひ暇の時暇の時というか、体重移動難しいなって思ったりとか、今のだったらできるよって思う人ちょっとやってみてください。結構難しいですよこれ。結構難しいので、で体がこうやって動かないようになるべくスッと持ってこれるようやってみてください。今日はまあエクササイズみたいな感じですね。そんなガチガチのトレーニングじゃないですけど、でもしっかり股関節もね伸ばせるし、この時足前に出すと後ろ足の股関節も伸びるので、まあこの動きだけでもいいんですよ本当は。この動きだけでもいいです。1、2、1、この動きだけでもいいけど、この動きが余裕だよって人はここから蹴るっていうのをちょっとやってみてもらえると嬉しいです。はい、じゃあこれやった感想とかも、コメント欄どしどし書いてください。はい、ではまた、楽しいトレーニングをご用意するので、皆さんも配信楽しみにしててください。ではバイバイ。